あ、ラグパンチさん、ハートありがとうございます。星も投げてくださりありがとうございます。こんばんは。調子はどうですか、やって調子はいつも通りです。皆さん調子はどうですか。常に通常運転でございます。私は あんまり良くないですか。疲れましたか。お疲れ様です。こんばんは。常にいつも通り常に。こんばんは。ぴょんぴょんしてるアバターたちが。ありがとうございます、皆様。でも今日私はなんかまあ通常運転だけどなんか眠たかった一日なんかそういう時ありません。なんかめっちゃずっと一日中眠たいなみたいな時。だから今日はなんかねめっちゃ眠たかった。あんまりなんか日中に眠くなるとかならないんですけど、たまになんかそういう時があって、そう今日はねなんか眠たかった。なんかさ気圧とかもありますよね。なんかこう変にさ曇りとかだったりしたらちょっと体がさなんかだる重みたいななりやすい時とかねありますよね。空腹でご飯食べたりしたら血糖値めっちゃ上がって眠くなる。よくないけど
5月病の人もいるのかな。4月病じゃないですか。4月ずっと なんかさ、花粉症の人とか特にさ、なんていうの、アレルギー反応で眠くなる人いますよね。とかなんかそのくしゃみとか、そういうくしゃみとか、こう目が痒くなったりしすぎて、なんかそれに体力奪われて疲れちゃうみたいな。あ、もう私は花粉症じゃないからならないけど、くしゃみ止まらないのさ、もう大変ですよね。花粉症じゃなくて、なんか違うさ、ホコリとかハウスダストとか、なんかそういうの結構なんかちょっとでもなんかやばい時あったら、そうなんか反応しやすいんですけど、そういう時になんかもうくしゃみがもう止まらなかったり、一回なんかくしゃみ出ちゃうとめっちゃ出ちゃうみたいなんで、なんかお腹がもうくしゃみし続きで痛いみたいな花粉症の人とかもそうじゃないですか。だからさ、なんかさ、すごい人やったらさ、なんか花粉で眠れないとか、夜もなんかくしゃみ出るしとか、結構きついですよね。そうなったら夜寝れないのは。初訪問ありがとうございます。はじめまして。なんかお昼寝するときとかもさ、そのお昼寝することあんまないと思うけど、私もそんなお昼寝とかそんなしないけど、なんかちょっと仮眠するときとかで、なんか20分ぐらいだっけ、2、30分がいいみたいな。あんまさ、何時間と寝たらまたつる汗で次さ夜寝るのになんかあんま良くないからっていうので、少し仮眠するみたいな。15分から20分やったかな、なんかそれぐらいがなんかいいみたいな。だからそのちょっと仮眠するちょっと前にコーヒーを飲むと、コーヒー飲んでからなんか20分から30分後ぐらいになんかそのカフェインの効果が出てくるから、ちょうどそのなんか仮眠する前に飲むとなんかこういいみたいなっていうのは聞いたことあります。ちょうどその20分ぐらい後ぐらいに1回起きるっていうタイミングで、ちょうどカフェインも効いてくるから、そのなんか起きやすくなるみたいな。まああんまりやったことないからどうかわからないですけど、ぜひ試してみてください。学校でもお昼寝ってすごいね。いいなあ。あ、ペンギンさん、ひろまつさん、さかっちさん、ありがとうございます。学校でさ、なんか
こうご飯食べた後お昼休憩終わった後とかってさやっぱ眠くなるじゃないですか。でどうにかしてさこう気づかれないように寝ようとしてる子とかいましたよね。こんばんは。私も授業中なんかめちゃくちゃ眠たくて、そうなんかほとんどなんかもう一応学先生の話は聞いてるけどなんか半分寝てるみたいな、なんていうんだっけ、なんか一応意識はあるけどほぼ寝かけてるみたいな、白昼夢やったっけみたいな、なんかずっとその状態みたいな。でなんかそうなんか授業のなんかチャイムが鳴ってああみたいなパッとするみたいなあったな。こんばんは。仕事中眠いです。そうよね、お昼休憩終わった後とか。元気時代、もかちゃんは楽屋のあのマットで仮眠してた。楽屋のあのマット、え、ああ、どうだろう。そんなにも私は仮眠することはなかったかな、基本的に。うん、なんか、うん。大体さ、仮眠してる子ってなんか決まってたイメージ。あんま私しなかったかもしれない。なんか動画見たりとかしてたかも。そうなんか机に向かってこう一応ノート書いてるけどもう眠すぎてなんかクラクってなってああみたいな。懐かしい。もうパッて字見たらもうなんか汚すぎて何も何も頭入ってないみたいな。こんばんは。だってさ電車の中でもさ何帰宅ラッシュとかの時とか、まあ、まあ帰宅ラッシュの時はまああれかな、なんかもうちょっと遅い時間の電車の中とかで、まあ、なんか残業帰りとかわかんないですけど、もうなんかつり革持ったままさなんかもう寝てる人とかいますよね。もうめっちゃ足カクってなってるけどそれでもまた寝ちゃうみたいな、もうよっぽどお疲れですよね本当に。そう、あ、確かに季節の変わり目は眠いかもしれないね。あるかも。とか逆に季節の変わり目でなんか寝れないとか、うん、私もなんか寝れなくなったりもするかな結構。寝れなくなるから眠くなるっていう。そう、こんばんは。
ひかるさんもハートありがとうございます。めっちゃピュンピュンしてる。吐いてもらったバターかな。コーヒー飲みますよ私も。なんかうん、でもブラックよりもラテの方が好きです私は。ブラックやったらあの水出しコーヒーは好き。結構あれは なんかね飲みやすいですよね。そう、なんか最近さ、なんかハンドドリップのさ、なんか浅入りのコーヒーが流行ってるじゃないですか。ちょっとなんかあのベリーっぽい香りとかさ、なんかこう酸味のある系な、まあ、なんか飲めないことはないけど、なんかそれよりも普通にそうミルク入りの方が好きかな。どちらかといえば酸味よりも、それやったら酸味じゃない方がいいかも、苦い方が好きかも、どちらかといえば。でも今なんか浅入り、深入りよりも浅入りの方が今流行ってますよね。なんかそんな気がする。そんなコーヒーに詳しいわけじゃないけど。あ、ガクパンチさん、バラありがとうございます。なんか前はソイラテ美味しいと思ってたけど、なんかオーツラテを飲んでから、飲むようになってから、オーツの方が私はなんかコーヒーとの相性が好きかなって思います。なんとなく。浅入り、違う、あの浅入りと深入り、浅入りの方がなんか酸味が出やすいみたいな。で深入りの方が苦め。オーツはあのオートミール、オーツミルクオーツミルクです。へえ、最近ペットボトルの水出しコーヒー増えた気がする。ああ、なんかコンビニとかでも売ってる系のやつってことじゃなくてかな。なんかボスとかクラフトボスとか結構種類多くないですか。クラフトボスなんかミルク入ってるやつもあれば、あれのブラックは私飲みますね。薄いから、薄い方が飲みやすいんかな。うん、普通のコーヒーよりもなんかアメリカーノとかの方が好きかも。なんかコンビニでも最近さ、なんかコーヒーの種類多いですよね。そのなんか独自で出してるラテとかコーヒーとかの種類が多い気がする。なんか前はそう、なんかセブンのそうコーヒーにハマってて、あのペットボトルじゃなくてストロータイプっていうののやつで、でそれのなんか砂糖なしバージョン、もう本当にあの牛乳とコーヒー飲みみたいなやつがあって、それ好きだったんですけど、なんか最近なんか甘いやつがいいなと思うときはセブンのなんかたっぷりミルクって書いてるやつがあって、それはなんか、まあ、ちょっと砂糖入ってんねんけど、砂糖と蜂蜜も入ってて、結構あれはなんか糖分欲しい時に美味しい、おすすめ。
なんか甘いのいける人やったら。こんばんは。あ、カツオさんもハートありがとうございます。あとファミマやったらなんかペットボトルのなんかルイボスティーとか売ってるから、しかもそのルイボスティーなんかアフタヌーンティー監修のやつで結構美味しいですよ。砂糖なしの少しミルク、エイジャーセブンの砂糖なしのやつはでもちょっとミルク感強いからあれかな、違うかもね。こんばんは。私はなんか逆で、そう、砂糖なしのなんかミルク多めの方が好きやねん。なんかちょっとコーヒーカフェイン取りたいなみたいな、コーヒー飲みたいけどそこまでなんかそのコーヒー感強くなくていいなっていう時は、そう、なんかコーヒーショップとかやったらなんかめんどくさいオーダーやと思うねんけど、そう、エスプレッソ少なめでって言うな。多分じゃあコーヒー飲むなよって多分ね、あの店員さんに思われてると思うでも違うね、コーヒーは飲みたいねんけどそこまでコーヒー感強くなくていいんですよ。ミルク感強い方が好きやから。そう、なんかウィークラテとも言うらしくて、それのことをちょっとエスプレッソ少なめのだからミルクの方が多いみたいな、ラテのことをウィークラテって。でもなんかあんまりそれ表記されてるお店少ないから、なんかあんまり知ってる人少ないかもしれんけど、スタバなんか空き時間とかにちょいちょい行くかな。CM が入るのかな。ひろまつさんも花束ありがとうございます。あ、流れ星だ。さかっちさんありがとうございます。ミルクラテ、ウィークラテ、ウィーク初訪問ありがとうございます。はじめまして。星もありがとうございます。流れ星、本当に真っ暗なさ、なんかところ行ったら見れますもんね、流れ星って。やっぱ街中にいるとね、本当見えないじゃないですか。
山梨県行った時にそう流れ星見た時はめっちゃ感動したよね。あ、流れ星みたいな。でもその願い事してる暇なんてないですよね。そう、ウィーク、ウィークラテ。あ、説明してくれてる、弱いってこと。そう、ウィークラテ。でもなんか一回そのウィークラテお願いできますかって聞いた時にそのカフェでなんかうんってなんかなったから、なんかあ、やめとこうと思った。なんかさ、つぶってるみたいに嫌やなと思って、なんかその方が分かりやすいのかなと思って言ったらうんってなっちゃったからやめようと思って。こんばんは。別にそんな通じゃないから。山梨県のなんかスキー場みたいなところに行った時に、そう、もう夜ほんと真っ暗なんですけど、なんかもう星はめっちゃ綺麗に見えて、冬で寒かったけど、そうで、あ、流れ星ってなって流れていったから、そんなもう願いなんてしてる暇は本当になかったけど、でもなんか2回ぐらい見れたんかな、その時に。嬉しかったわ、ほんまに。え、星ってこんなに数あるんっていうぐらい。そう、あ、そうね、エスプレッソちょっと半分ぐらい、うん、半分ぐらいだと思う。ワンショットもないかな、多分。でも私それぐらいがね、なんか美味しく感じるんですよ。でもやっぱそれこそ、そう、やっぱちょっとエスプレッソが入ってるからなんか美味しいみたいな。なんかないとないので、また、まあ、それは普通のなんかミルクになるじゃないですか。いや、じゃなくてちょっと入ってるっていうのがポイントみたいな。ややこしい。いや本当にね、なんか綺麗なところ、星が綺麗に見えるところ行くと感動する。なんか冬はあんま好きじゃないんですよ。もう寒いし、寒いし、うん、なんか特になんか今年の冬あんまり私なんか、いや、もともとからそんな寒いの好きじゃないけど、でもなんか秋冬の方が服は好きだったし、昔は。でなんか秋冬のファッションが好きで、で冬はまあまあまあ寒いけど、まあ、別に耐えれる寒さだなと思ってたけど、いや、なんか今年が寒すぎたのか、なんか今年の冬は本当にちょっと私は無理でした。そう、毎年ヒートテックとか着ないんですけど、今年はもうちょっとさすがにと思って、なんかヒートテック極暖着てました。ほんまに今年だから、なんか、いや、冬はそれこそそのホットドリンクとか、私ホットドリンク好きなんで冷たいのよりとか、なんか星めっちゃ綺麗に見えるし、空気澄んでるし、で冬の服も好きだしっていうので好きだったんですけど、なんか今年からちょっとなんか変わりましたよね。やっぱ夏服の、なんか夏服も結構好きだなみたいな。で、夏のファッションも好きやし、やっぱ寒いよりも暑い方がいいわって思った。皆さんはどっちの方が好きですか？冬か夏か。まあ一番ベストなのはさ、なんか秋とか春とかのさ、ちょうどいいぐらいの気温。だけどあんまり最近ないじゃないですか。なんか、あ、今日はすごい心地いいぐらいの気温だけど、なんか次の日になったらめっちゃ寒くなるとか、なんかやたらとめちゃくちゃ暑いとか、結構あんまりその一定期間の温度がないからね、なんかすごい春みたいなっていうよりも
なんか中途半端な季節みたいな、今もなんかよくわかんないじゃないですか。まあなんか春は終わってるっぽいけど、こんばんは。極暖来てる毎年。あ、軽井沢ね、行きたいです、めっちゃ。へえ、星を見るための店の街灯やネオン、10時ぐらいには消すように決められている。へえ、すごいいいですね、そうやって。確かにめっちゃ綺麗に見えそう。え、結構さ、冬の方がいいって人多い、もしかして。こんばんは。いや、わかる、秋服めっちゃ好きやけど、確かに去年秋やったって感じですよね。なんか最近なんか秋も春もないですよね。あるようで、なんか秋服とかさ、こうなんかニット生地の半袖とか、なんだろう、なんか七分とかってなんか着るタイミングほんと難しいですよね。秋服とかもさ、なんか着るタイミングがなんか難しい、ほんとに。結構冬の方がいい人多いですね。なんか夏の暑さが、私逆になんか年々冬の寒さに耐えれなくなってきてるわ、逆にね。あ、インスタは見てましたやって、ありがとうございます。見ててください。今年の夏はどうなんですかね、暑いんですかね。わかるわかる、春服と夏とさ、冬はさ、まあ、比較的さ長いからさ、別に着るタイミングあんま逃さないけど、秋と春って本当に逃しますよね。なんか買ったのに着れなかったとかさ、去年買ったけど、あ、そういえば着るの忘れてたとかさ、まだなんか2年着ずに終わってるみたいな。え、夏ってさ40度もいきますっけ。え、そんな暑かった。バンシャンハオ。今年は暑いんですね。それにマスクって結構辛いな、そうなったら。なんかさ、群馬県とかめっちゃ暑くなるイメージなんですけど、なんか、あ、群馬なんやみたいなイメージ。意外なところっていうので覚えてる、群馬県が熱いイメージなの。確か。40ってさ、もうお風呂の温度ですよね、今思ったら。そりゃ熱いよな。島根の砂漠とかもやばそう。なんかあるじゃないですか、島根じゃないや、鳥取県か、鳥取砂丘、夏に行ったらやばそう。絶対に。なんか一回行ったことあるわ。
砂場コーヒー、何ですか砂場コーヒー、鳥取県じゃなく、まあ暑すぎるの暑すぎるのでね、ちょっとね、なんか逆に身の危険を感じますよね。もうクーラーと共に過ごさないとね。だってさ、もうクーラーつけずに寝たりしたら本当危険じゃないですか。そんな40度の暑さとかで。危険ですよね、熱中症にも。暑いんか今年の夏は。ちょっと覚悟しないといけないですね、特に暑いのが嫌な方は。あ、なんか確かに、なんか前これも聞いたことあるけどさ、夏外暑いじゃないですかめっちゃ。でさ、なんか室内に入るとめっちゃ急にさ冷房ガンガンになってるじゃないですか。だからその温度差、まあ逆でもそうだと思うんですけど、めっちゃ寒いところからめっちゃ暑いところに急にパッて行くみたいなとかもそうやと思うねんけど、なんかそのなんか温度差ってなんかやっぱ体に負担かかるから良くないんですよね。でもさ、なんか夏さめっちゃ暑くてさ、なんかお店の中とか入ってめっちゃ涼しかったらさ、なんかあー涼しいみたいな、なんかそのさ急に涼しくなるあの感じがさ、なんかあーみたいな、なんか爽快みたいな感じになるじゃないですか。でもあれがダメなんですよね。ってことはさ、その前思ったんやけど、それをなんか知った時にサウナとか入って、でなんか水風呂みたいな、あれも良くないってことなのかな。百貨店ね、わかるわかる、百貨店いいよな、めっちゃガンガンにクーラーかかってるから。ね、冷やさないとね、熱中症になりますよね。 OS1 やったっけ、熱中症の。なんかさ、夏になったら出てくるんかな、あれ、ソルティーライチのさドリンクあるの知ってます？あれどこのメーカーのやつなんだっけな、なんかジュースなんですけど、なんか昔それにさハマってて、なんか夏に飲んでる記憶なんですよ。それ買うイメージあって、なんか昔そういうの普通に全然何も気にせずそう買ったりしてた時に、あのソルティーライチを買ってて、あれなんかちょっと甘くて
で、なんか若干塩分入ってるじゃないですか。で、そのライチの後味で、あれめちゃくちゃ好きで、なんかよく買ってたけど、あれをさ、なんか夜寝る前にさ、飲んだことあるんですけど、超むくむあれほんまにむくむ。多分砂糖の量とかすごいんかな。まあそりゃそうよな。あんまりそんな裏の表示とか気にしてさ見てないから知らんけどさ、やばそう。でもあれ好きな人結構多くないですか。あ、もう売ってるんや。なんか冬はないですよね。暑くなったら出てくるんかな、多分ジュースやからね、かな、単純に分からんけど、となんか塩分も入ってるから、なんか、私はむくみました。あと韓国料理ね、食べるとね絶対むくむ。ああいうさ、コチュジャンとかさ、結構ね塩分じゃないですか。知らずとさ、てかほとんどさコチュジャンベースやからさ、次の日本当にむくむわもうそれを覚悟の上で食べるけどね。夏しか見ないですよね、あれ。辛いものもさ、なんか慣れますよね。私そこまで昔辛いのそんな得意なわけではなかったけど、でも今はなんか、まあ、そんなめっちゃ得意ってわけでもないですけど、昔よりかは食べれるようになりました、辛いの。だからなんか食べられると、そういけるんだなって思って。ね、慣れますよね、本当に。インディアンカレー、あー、え、インディアンカレー、なんか聞いたことある。行ったことはないけど。あー、激辛商店街行ったことありますよ、昔仕事で。なんかヨーグルトさ、辛いの食べるときはヨーグルトとかそういう乳製品取ってから食べた方がいいみたいな。咳が止まらなくなる。若干なんかアレルギーみたいな感じなんか。まあでも、あの、美味しく食べれる程度がやっぱ一番いいですよねそう、辛いの得意な人っていうのはさ、痛みに強いってことなのかな。あ、ゴリラさん、レインボースターありがとうございます毎日もかちゃんのお顔見えてるし
見られてるわ見られてるな。初訪問ありがとうございます。はじめまして。ココイチ、わ、ココイチ懐かしい。でもなんかココイチって思ってたよりもなんか辛かったイメージなんやけど、なんていうのかな、なんかこう万人受けする辛さかなって最初思ってたら、まあその時そんな辛いもの食べなかったからかわかんないですけど、なんか初めて食べた時、あ、結構ココイチって辛いんやって思ったことを覚えてる。意外と最近行ってないな。初見さん、こんばんは。はじめまして。ねえ、ココイチです。何を食べてたんやろ。食べたのがさ、もう何年も前すぎてさ、それがあるかどうかが分からへんけど、最後に食べたの、何年前でしょう7年前ぐらいとかかも、もしかしたら。それはない。でもほんまにそうかもしれない。その時ほうれん草のカレーやったかな、なんか食べた記憶がある。今あるんかな、分からん。あ、初見さんこんばんは。はじめまして。モカパンチやってそうです、そうでしたと言ってきます。あ、今もあるんですね。確かになんかトッピングも多かったイメージかも、もしかしたらね。無印のね、あのカレーは結構美味しい、種類も多いし、おすすめ。ぜひ。ココナッツベースのやつが私は好きです。あとグリーンカレー、種類が多いというのが私は嬉しいポイントですね。あ、初見さん、
流れ星。ヒカルさん、ありがとうございます。めっちゃ流れてくる。願い事しなあかんやん。あ、初見さん、こんばんは。無印に行くと買っちゃ、いや、わかるわかる。なんかね、見ちゃうとさ、あ、美味しそうだなって思いますよね。あ、ゴリラさん、ペンライトありがとうございます。星も皆さん投げてくださりありがとうございます。ぴょんぴょんしてるめっちゃ飛んでる。インスタの写真上、あ、うまいね。うまいですか。ありがとうございます。インスタの写真とかもさ、難しいですよね。なんか、本当にみんなうまく撮るよね。なんかみんなさ、工夫してさ、いろいろいろんな角度から撮ったりとかさ、そう、すごいなと思いながら。とかさ、なんかなんていうんだろう、どうしてもなんかお店とかでなんか自分の影が入るっていうのかな、このカメラを向けてるときにカメラを持ってる自分の手がの影が入るみたいな。で、鍵が入ることによってなんか撮りたいものがなんか暗くなっちゃうから、なんかそれをなんかうまく鍵入らないように多分角度を調節して撮ってる人とかすごいなと思う。本当にすごいわ。とかなんか YouTube とかで、それこそ本当になんか別にそういう映像のお仕事してる方とかでもないけれども、もうなんていうの、なんかその Vlog で、あの映画を見ている、その人の本当にこうその人の一日とかをなんか YouTube にアップされてるのとかあったりして、そういうのとか見てみたりすると、クオリティが高すぎてなんか映画を見てるのかなっていうような、そのなんかカットの仕方とかで、なんかその映像の撮り方と編集がなんかすごいなみたいな。そう、なんか足元だけを映して、その後なんか手元を映してとか、いっぱいさ、なんかカメラのさ切り替えをしないといけないじゃないですか。本当にすごい。鍵を消せるアプリがあるんですか。あ、それは知らなかった。私ね、本当カメラのアプリねめっちゃ少ないんですよ。あんまりアプリ使わなくて、フィルターの。確かになんか影とかさ、何そのなんていうの、あの、まあ、ぼかしとかそういうのは結構前からあるけど、なんか結構ね最近修正できるアプリめっちゃ多いですよね。
ね、しゅうちゃんのインスタもね、おしゃれですよね。かわいい。ポパイとの写真もかわいい。癒される。ほんまに。ポパイかわいかった。また会いたい。ママの写真、あ、この間のご飯一緒に行った時の写真、そう、意外と上手に撮ってくれた。でも今は本当にさ、なんかもう iPhone だけでも全然綺麗に撮れますよね。まあそれはもちろんそのね、あの高いさ、本格的な、なんか何、一眼レフとかと、まあ比べたら確かにまあまあ劣ると思うけど、でもポートレートとか、あの動画だったらシネマティックモードみたいな、もう後ろがこうぼやけてくれるから、本当になんか何こう綺麗に映像を撮れるみたいな、ああいうモードとかもあるし、すごいと思う。なんか動画がすごい綺麗に撮れる、めっちゃ。それはもう写真も綺麗だけど、なんか動画になったらめっちゃ画質良くなります。すごいですよね、本当に画質の良さが。でもなんかその前使ってた携帯から新しい携帯に変えてから、その普通に写真撮った時に画質の良さにすっごいびっくりして、逆に画質が良すぎてなんか困るぐらい。やっぱちょっとさ、人物撮る時はなんか荒い方がいいなみたいなってなんか思ってたんですよ。なんか画質良すぎて逆になんかおかしい、おかしい、おかしくはない。なんか良すぎて漏れないみたいな。だけどなんかもう今はなんかその画質に慣れちゃったから何も思わないんですけど、そう。本当に確かに携帯電話じゃなくカメラ、それは言えてるかも。やっぱ今はさ、もうみんなさ、動画撮ったりとか写真撮ったりっていうのがもう一般的すぎて、やっぱそのクオリティはね、なんか上げないとみたいなところはあるんですかね。本当に画質いいけど、もう見慣れた、その画質に。慣れってすごいですよね。こんばんは。初訪問ありがとうございます。どんどん進化してますね。そう、動画に私は一番びっくりしたかも、新しい携帯に変えてから。そう、なんか前まではそんな、なんていうの、ポートレートみたいな感じで動画撮ることとかできなかったけど、そう、新しくしてからそれが可能になったっていうのがびっくりした。え、もうこれ確かに本当になんかショートムービーとか作れそうと思ったよね。なになに、あ、池上好きの音楽じゃん、急に。
あ、まあ確かに画質上がるとデータ容量が増えるっていうのは、あ、それちょっと確かに困るかもな。画質いいとそうか。じゃあさ、撮っ、あ、そうか、写真とかさの枚数とかも減らさないとさ、ずっとさその動画とか撮り続けたりしたらさ、あのもう画質容量いっぱいですみたいな、なんかなりそうですよね。こんばんは。それはそうかも。まあね、なんかそれこそ iCloud にさとか、なんか写真をさ、なんかバックアップとかしてたらいいんやろうけど、ちょっと私そういうの苦手やから、どうにかならないか。なんかもっとさ、なんか楽にさデータ移行できる方法みたいな。あ、もう10時過ぎたので今日はそろそろ終了しようかなと思います。あれ、コメントが見えなくなった。気づいたらまた10時過ぎてたわいつものごとく。そろそろ今日の順位を発表しようかなと思います。ではでは、まず第、あ、待って待って、なんか押しちゃった。私も大丈夫。ではでは、まず第13位が手巻き寿司屋さん第12位がゆうじさん、第11位がオルッチさん、第10位がいっすいさん、第9位がおかしらさん、第8位がぴょんさん、第7位がひかるさん、第6位がペンギンさん、第5位がカツオさん、第4位が天才ゴリラさん、第3位がさかっちさん、第2位がガクパンチさん、そして第1位がひろまつさんでした。おめでとうございます。そして今日も皆さん見に来てくださりありがとうございました。星とかギフトとか投げてくださりありがとうございます。では次は16日の配信になります。だから、月曜日か、次は月曜日の21時から配信しようと思うので、ぜひお時間ある方はお待ちしております。では皆さん、今日も見に来てくださりありがとうございました。16日からもしかしたらイベント何か参加するかもしれないので、ぜひお待ちしてます。ではでは、おやすみなさーい。